はい、どうも、メイヘルおじさんです。まあ、土曜日、朝でございます。飯食って、薬飲んで、ちょっと落ち着いたかな、というところでございます。で、まあ、昨日ですね、タンタカタンさんからですね、メールいただいてまして、メールじゃないな、メッセージいただいてまして、まあ、あんまり見ない方やな、と思ってたんですけども、以前、通りすがりでお会いしたものですっていうことなので、多分、京都駅でですね、一回声かけられたことあるんですよ、私。ぐっさんですよね、というので、声かけられて、で、まあ、応援してますと。で、動画いつも見てますんで、っていうことを言ってくれてた方なんですけども、まあ、その方はですね、まあ、言うたら、なんだろうな、まあ、婚活というキーワードで、おじさんのことをですね、まあ、見つけてくれて、で、それから、こう、結構動画見てくれてたんですけども、で、まあ、それきっかけでですね、まあ、婚活始めて、で、今は嫁ができて子供を授かりましたということで、おじさんもぜひ頑張ってくださいというコメントをいただきました。で、もうお会いした時の印象は、シュッとした感じで、もうとてもね、おじさんとは、全然、こう、なんていうんですかね、もうモテそうやなって感じなんですよ。なんていうんですか。シュッとしている30代の方で、あんまりこう、ガツガツしてない感じ、なので、なんかこう、いいご家庭をなんか作りそうな、優そうな奥さんとかなんか似合いそうやな、みたいな感じで、自分とはないものを持ってて、すごい羨ましい方やなと思ってて、拝見してたんですけども、まあ、その時にですね、ちょうど私飲んでたんで、一緒にどうですかって言えばよかったなとか、いろいろ心残りやったんですけども、まあ、向こうもちょっと、買い物途中やったんで、じゃあ、みたいな感じで終わって、まあ、特に飲むこともなく、おったんですけども、まあ、こうやってコメントをいただけたことがすごい嬉しいですし、自分がですね、言うたらまあ、言うて、まあ、皆さんが見てくれてなかったら、ただのまあ、言うたら、おじさんの、まあ、やんでるおじさんの Vlog というか、そういうまあ日記動画みたいな形でですね、やらせてもらってるわけなんですけども、まあ、それを超えてですね、まあ、人に見つけていただいて、で、自分の動画を見て、こんなおっさんでもまあ頑張ってんやから、俺でも頑張ろうっていう、まあ、ごめんなさいね。そこの、考え方とかは今もう奥底妄想で話しますけども、まあ、でもこんなおっさんでも、まあ、なんか、懲りずに婚活してるんやから頑張ろうというような形でですね、頑張っていただいて、で、嫁さんできて子供できたっていうことを聞いてですね、個人的にはすごい、嬉しいことでございます。で、また、まあ、動画も、まあ、時々、ザッピングしてですね、見ていただければと思いますけれども、まずは、まあ、嫁さん子供をね、まあ、子供はまだ生まれてないみたいですけども、なんかそういう温かい家庭が作れたんやったら、すごい、幸せなことやと思いますし、で、これからも、なんていうんですかね、楽しいことが、楽しいことだけじゃないと思いますけども、なんていうんですかね、こう、生きる上でのなんか彩りみたいな感じで、いろんなことを経験されたりとか、するっていうことでは、すごいこう、充実感のある、言うたらまあ、未来が待ってるというところで、まあ、すごい恨ましいと同時に、まあ、そのきっかけとして、おじさんの動画を見ていただいたということがすごい嬉しいというところを、この動画で言いたかった、次第でございます。で、まあ、そういう人がですね、まあ、一人でも二人でも増えれば、個人的にはですね、動画やってる甲斐があるなと思ってて、まあ、以前は、淡路島に旅行に行こうと思っている方が、まあ、次告白するけども、どのコース行ったらいいですかみたいな形で、なんか、依頼が来たんですけども、まあ、おじさん別にそんな淡路島に行ったこともないし、どんなコースで行ったらいいかなんか、俺も調べな分からへんっていうところだったんですけども、でもそれを見て、で、結局、付き合いしましたっていうことを、なんか、後で報告いただいたりして、それすごい嬉しかったんで、なんかそういう、なんていうんですかね、まあ、自分自身が別になんか、こう、すごい幸せのために毎日歩くっていうだけじゃなくてもですね、まあ、自分が辛い、うんぬんって言ってても、それに共感していただいたりとか、あるいは、なんか困りごととか、なんかこう、まあ、さまつなって言うとあれですけど、まあ、細かい調べ物とかでも、それをすることによって、なんか、他の人が喜んでくれるっていうのは結構嬉しいもんやなと同時に、まあ、承認欲求も満たされるというか、おじさんのおかげで、まあ、おじさんおかげで、ね、おかげとは言わないですけども、おじさんきっかけでいろいろこうやろうとしましたっていうようなことを聞くとですね、すごい嬉しいので、なんかまたそういうお便りとかですね、あればまた送っていただけたら嬉しいなというところでございます。
今、まあ、低迷していると自分でも向いた昨日も言うてましたけども、なんかそういう中でですね、こういう言うたら、まあ、ためになりましたとか、ありがとうございますっていうようなコメントをいただくと、なんかものすごいこう自分も前向きになれてですね、なんかやったことが無駄じゃなかったんやな、みたいな、ところで、まあ言うたら、何もなければ、本当に日記をあげるだけの日常なのに、そういう日記を見て、自分も頑張ろうと思いました。で、ちょっと行動を変えてみたらこうなりましたっていうのを聞くのは、やっぱすごい気持ちがいいものです。で、まあこれって、どっちもハッピーになってると思うんですよ。で、見た人も、言うたら、まあ、おじさんみたいなのが頑張ってねえから、俺も頑張ろうって言って、頑張った結果、成果出た。で、おじさんで、まあ別に、普通にタラタラ喋ってる中でも、ああ、でもおじさんのおかげでなんかやったっていう、ああ、なんかできましたっていうコメントをいただいただけでですね、おじさんもちょっと気持ち的には上向きになるんで、お互い、まあ、傷もつかずにですね、まあ、いいことだらけだと思ってるんで、そういうのが、まあ、蓄積していったらですね、自分も、楽しくやっていけるのかなというふうに思いながら、今も動画撮ってますというところでございます。はい、というところで、おじさんの動画、婚活動画見てもらってですね、それきっかけで、まあいろいろ動いた結果、嫁さん子供できましたという報告をいただいたので、まあ末永くお幸せにというところと同時にですね、まあそういうお知らせを届けてくれてありがとうございますというところの、まあ返信コメントならぬ返信動画でございました。以上です。